けど。ああいうの来てる。こちらがですね、今回の車の連結装置と呼ばれるものを研修しています。連結装置というのは車両と車両をその間をしっかり連結して編成で走らせるためには重要なものとなります。ちょっと向かって右の方からですね、大きな連結機を用意させていただいておりますが、ヨーヨー連結機と呼ばれまして、レイトのディーゼル機関車、こちらに取り付いております。JR 北海道の車両もですね、ナックル式の連結機ですとか密着連結機、それを取り付いて入れ替え作業ももちろんありますので、その入れ替え機関車であるデイトに付けております。でその左隣が新しい車両の H100 の密着連結機、あと今ちょうど連結して見せておりますのが、奥の方が小型自動密着式連結機、その手前が電車の中で一般的に使われています密着連結機、あと一番こちらにございますのが2番3系の連結機ということで、在来線はですね、今密着連結機が主流となっております。新幹線などの車両はですね、ちょっと形少し違いますけど、この2番3系の密着連結機に少し似ている連結機になります。はい、それでは移動していきます。